めちゃお尻プリプリしてる。福岡市動物園が今日開園70周年を迎えました。記念したお祝いイベントが行われ、夏休みの子供たちでにぎわいました。26年前にやってきた園でも人気者のカバの太郎、大好物のスイカや70の数字に並べられた人参が贈られました。はい、チーズ。もうめっちゃ可愛い。動物だと何が一番好き？カバショウ。サニーには70周年の旗がつけられた棒で果物をプレゼント。器用にオレンジの皮を剥いて食べていますね。財津さん、バナナはどうやって食べると思いますか？バナナジュースにして飲む。加工する？加工して。このままじゃなくて。正解はバナナは皮ごと丸ごとペロリなんですね。結構硬いものもがっつり食べてたからかっこよかったし、かわいかったです。かわいかった。1953年に開園した福岡市動物園には、これまでに5600万人を超える人たちが訪れました。ねえ、70年で象を4頭導入する予定ですので、ぜひ期待してもらいたいと思います。実は園では6年前から象がいません。70年目の今年度中にミャンマーから4頭を迎え、集客の増加を図る予定です。